やっほーい、山城です。昨日皮むきも大体終わって、今日はその残った部分と、あとヘチマたわしで表面をきれいにしていこうと思います。木はだいぶ揃いましたね。剥いてないのあと5、6本なので、まずはそれを剥いていこうと思います。これが今年の夏前ぐらいに剥いた木なのかな。だいぶ乾燥して表面白くなってます。こっちがここ最近剥いた木、こっちがここ最近剥いた木で、まだ茶色っぽいですよね。台風とか結構雨数で、こっちは表面きれいになってます。結構ザラザラです。こっちは結構ザラザラです。じゃあまあとりあえず木の皮むきからやっていきます。
やめてねマロン。この辺だと3回雪降ると寝雪になるって言うんですけど、ちょっと前に1回目降って山の上の方は雪積もったりしたんですけど、もう消えているので、なんとなくですけど今年の冬は来るの遅そうな気しますね。もう今噛まないでください。ダメだよ、ダメ。
やめて。めんどくさいこれは。とりあえずこっちが終わりました。皮剥くの大変なのだけ残しちゃってたので結構苦労しました。自分の個人的な経験則で言うと、ちっちゃい木ほど皮がなんて言うんですか、幹本体の部分とあんまりうまく剥がれてなくて剥きづらいですね。大きい部分は幹と皮の部分しっかり分かれてるんでペロペロって剥けていきます。残すはあの大きい木だけ。多分結構簡単に剥けるはずなのでちゃちゃっと終わらせたいと思います。
この後ヘチマタワシの実験もしないといけないので、もうおしまいです。ちょっと残った、まあほぼほぼ終わったからいいでしょう。これは今年うちのハウスで作ったヘチマです。結構邪魔。やめて。結構木に虫食いがあったり。ねえ、どういて来ないで。結構木に虫食いがあったり、そのやめて。本当におがくずとかあって、それをこのヘチマタワシでどのくらい取れるか実験です。とりあえず湿ってない状態から。まあありっちゃあり。結構虫に食われたので、こういうのがたくさんあるわけですよ。おお、取れる取れる。ちょっとヘチマ、ヘチマ濡らしていきます。結論としてはヘチマタワシは濡らさない方が硬いので、木をきれいにするときには濡らさない方がいいみたいです。で、杉ってなんか磨くと結構きれいに、何色っていうの、ツヤが出るらしいので、とりあえず剥いたやつは全部普通の乾いたタワシできれいにしてから、最後濡れたヘチマで掃除したいと思います。以上、山城でした。もいもい。多分今年の冬にログハウス完成は無理ですね。